面白い。そうっすね。こんなところで飛ばしたって高梨出てんから。ああ、そうっすよね。そんなサーキットなんて走ったことあるんすか？いや、自分やってるんですよ、レースを。未だにね。え、二輪の四輪の？四輪。あらすごいっすね。へぇ、二輪はもう若い時からずっと16でね、16からずっと乗ってるよ。あ、そうなんすか。それは根っからのだな、ね、俺、走行会ぐらいしか行ったことないっすよ。あ、走行会？はい、二輪のね。あ、二輪ね。はい、すごいっすね。ここの私はアルバイトで今日は来てるんだけど、はい、自分で仕事やってんだけどね、はい、ここの社長もやっぱお得意ですけど、今 CB75 プレミアスイそんなの乗ってるよ。あ、そうですか。お客さんハーレーフレンドの交番にやっぱり修理で、はい、レスターだね。レスター、それハンマーヘッドのやつも25年ぐらい前の、はい、やってるよ。それバラシやるんですか？もちろんバラシ。すごいっすね。すごいっすね。俺なんか乗るだけでさ、何もできないから。まあだから多少基本的なことはやっぱりやった方がいい、覚えた方がいい。ああ。その方が面白いと思う。自分でできたらね。で、私だって。好きでだんだん覚えて、最初何にも知らないんだよ。あ、みんなそうでしょ。なんでもそうだよ。あとそこで好きかどうかだよ、やっぱりな。お金がないから自分でやるしかない。なるほど、なるほど。やっぱり頼めばお金かかるじゃない。そうですよね。部品代で済むと思うんです。はいはい。それはでも自分が操れるおもちゃね。そうなんですよね。俺もそうですもん。それはもう船から何から全部好き。10km 以上800m の渋滞が。スノーモービルなんか富士山通過に5分ほどかかります。レースは今までにね、それも自分なんかで作ってね、車をレースカーもさ、はい、それでやってるのね。だからそういうのは面白い。ああ、2月の5日に出るような、年に2回やるんだけどさ。どこで走るんですか？富士スピードウェイ。あ、スピードウェイ。スピードウェイでね。ああ、このお客さんもそれで出てて、なおかつオートバイとクレスもやってるよ。はあ、やっぱ好きなやつはいるよね。金かかりそうだけどな。でも耐久レースだからさ、みんなでお金集めて。あー、なるほど。やってる。だって車だって安くないですよね。今は車なんか安いよ。うちの車だから5000円で買った車。おそこにほら自分なんかでやるじゃん。あ、自分なんかで作るから。はいはいはい。まあ部品代はかかるけどね。まあチューニングしてってことですよね。そうそうそう。要はだからバランス取ったり、はいはい、細かいバランスとか、まあ、いろいろちゃんとねやって。何リッターぐらいの車で走る？なんか軽自動車。はあ、楽しそうっすね。なんで軽がいいかって、やっぱり一番お金がかかんない。はい、でしょうね。やっぱりそうだよ。それで全開でさ、面白いよ。面白いでしょうね。普段さ俺はハイエダブレみんな持ってんの。うちなんかも何人もドライブ乗りてえっていうから乗っけたりなんかしたんだけど、やっぱり自信があるんだよ。変な自信がある。はいはい。コース行ったらみんな行くじゃないよ。ああ。で、軽でバカにするのね。はい。だけどさ、ね、160、170出るけどね。富士のストレート終わりで、それ毎回だからね。あ、そうっすか。そっから思いっきりブレーキングして。そうそう、もちろん。2分30秒ぐらいで回ってくれる。はい。あ、そうなんですか。そうだよ。それを10時間で回る。10時間。耐久レースね。ドライバー何人ぐらいだから？5、6人で。5、6人で。そんで
割り勘で、はい、およそエントリー費が20万かかるからさ、料金所で結構取りますね。いやでもそれはそんぐらい安い。レースとしたら一番安いよ。そんなもんなんすか。レースとしたら一番安いよ。あ、そうなんすか。好きなやつは毎月地味だって仲間で、あ、はいはいはい、その代わり自分なんかで、あのメンテしてる。それも、でも最初は素人だけどだんだん覚えちゃう。あ、そうなんすか。今俺なんか全然詳しいビートに関して。あ、ビートで、いや乗ってみて、ビート。俺なんかはもう練習家なんだけど、ビートの H、 はい、やっぱりオフアップしたりしてさ。あ、でもやっぱ自分なんかでからコーチはかかんない。そうっすよね、一番金かかるところだけど。そう、普通は。あとはだから、いろいろ工夫して、お金かかんないように楽しむ。いいとか、いいな。あれが一番金かかんないよ。続いて斜め左方向です。その先250m で出口です。俺ハーレーだって俺結構するんでしょ。まあそう結構しますね。それで買っただけじゃ済まないじゃない。およそもうなんだかんだ。でもさ、ハーレーなんか乗るっていうとさ、はい、やっぱりもっと若い時から16からなんかちっちゃいのから単独になって。あ、そうです、そうです。そうすんで本当に原付からですよ。でしょ、そうです、はい、原付なんか知り合いなんかやっぱりすごい詳しいね。好きだから結構覚えちゃうんだよ、学生さんで。あー、で、自分で全部直しちゃうし。そうすると、んで例えばオイル交換をやったらやらしちゃうの。やってもらってる。基本ですけどね。だって工具が、工具買うところからだ、まず。そうか、もうそこが違うんだよ。そうなんすよね。そうなんだよな、俺なんかそうだったもんな。考えてみると、道具揃えた方が高くなっちゃう。はい、はい、そうなんですよ。最終的には。だけどやっぱりなんか、好きな、それが好きかどうかってね。やっぱり自分の車だからさ、ね、自分でメンテナンス したいなっていう気持ちもあるんだけどさ。なかなか、なんかもうお願いしちゃった方が。そこがダメだよね。まあまあ、でもそれはだからお金がそこそこ使えるからいいんだよ。それはそれで、まあ今でこそね、まあそこそこ自由になるっていうかあれだけど、ね、でもそういう人がいないと俺なんかの勝負になっちゃう。まあ、女性とかだったらね、まあね、男の人は自分でできた方がかっこいいですよ。できると応急処置も結構できる、ね。ああ、そうっすよね。その辺なんだよね。ああ、困るのは自分だから、まあ、はい、どっか出てね。そうっすね。やっぱり自分で作った車を乗るとか、それが一番俺は楽しいと思う。ですよね、そうですよ。だから俺はレースはやめらんない。あー、ビートなんか5台ぐらい買ったな。ね、買っては壊し、買っては壊しんですか。っていうかさ、自分なんか箱車じゃないの。練習会にエンジンを、ビートのエンジンミッションを積んでるわけ。あー、はい、箱車つまんないね。箱車っていうのは、箱車っていうのはビートその、あ、既製品ってことね。そうそうそう、はい、それをそのビートを買って、そこからエンジンとかミッション、あと必要なものを下ろして、はい、積み替えてレーシング界。フレームにね、全部フレームから作ってやる。フレームから作るんですか。フレームから作るの。そうだよ、それがいる。いや、想像ができないんだけど、素人の俺には。でもプラモデル作るのと一緒だよ。いや、そんなもんじゃないでしょ。そうね、まあ そんなもんじゃないでしょ。やっぱり考える時間が。フレームから作るの。うん、そうだよ。だから面白い、難しいけどね。すごいな。
え、ボディもなんかで作ってですか、ね、FRP とかすごい。それをどっかで作る人がいるってことですよね。すごい、俺が作るの。作るの、お父さんが。何やってんの。どっかで作らせたらすぐお礼だけで400万とか。ですよね。そうだよ、ワンオフでね。そんな金ないから、自分なんか作れんの。作れるっていうか作れる。作ったから。嘘。その発想がすごいな。だからまあな、発想もそうだし、技術もそうだし、いい仲間がいる。一人でやっぱり。そうですよね。まあ作るのは一人で作るんだけど、まあ、ほとんどね。それには。作れるのかよ。今週17日に走り。なんだこれ、すげえ。それはフォーミュラ、それは違うよ。ローラってさ、片山陽平は乗ってたんだけど。ロータス？ローラ。ローラ？もうだって20年も前の。え、エンジンは何なんですかこれ？それはフォードコスモス。わかんねえな。ああ、F1 のエンジンね、昔の。F1 のエンジン。フォーミュラーか、レースは興味ないな。いや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 、もちろん F1 は分かりますけど。分かる？だからフォードって、アメリカのフォード一番出たエンジンだね。はぁ、V8 のサーボ。たまんないっすよ。これのメンテやってるんだね、私が。そんで2ヶ月1回フィデンしてる。すごいね。人は見た目は分かんないでしょ。本当ですよ。いや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 、すごいな。面白い、好きな。だからなんかいろいろそうやって入ってくんだよね、レース系の仕事とかさ。何でもできちゃうんだな。なんだ、ねえ、後ろのハーレー、ここのパイプがなんであんな錆びてんの、気になっちゃうの。ああ、気づきました。そうだよね、あれなんか知らないけど錆びてんすよね。ああいうのはこれ、あんくらいなら外していろんなところぐらいできるじゃない。はいはいはい。いや俺もさ、他のメッキのところは磨くんだけど、 あそこはさ、なんか知らんけど錆びちゃってさ、うん、そうなんだよね。できる人だったらちょっと外してペンキ塗るかってなるんでしょうけどね。メッキも表ばっかりやったらダメだよ。あ、そうなんですか。裏から来る。ああ、そうなんですか。そうよ、みんな見えんとこしか出てないけど、本当は違うの。だから、メッキが浮いてくるっていうのは、そっか、中からか。中の、要は鉄じゃない。はい。それを、鉄が腐食してそれが浮いてくるんだ。あ、それで表面が。だから、表はまあ、表面しか見ない。表面しか見てない。見えるとこしかやんないもん。裏を例えば CRC でもいい。はい。ちょっと要は油分を持たして、ああ、すごい楽じゃないの。ちょっとあのノズルで CRC でこうやって曲げてやれば、はい、要は、ね、手なんか入んなかったりするからね。全然違うよ。あ、そうなんですね。これはこの時代だから。入ってスカイラインその時代は今見るとかっこいいんすよね。高いし。でも手走んねえよ。走んねえ。手に入んないですもんね。まあでも需要の供給だから、やっぱりいいね。それでもう俺ね、欲しいって言うし。ああ、そうよね。俺なんかね、若い頃乗ってたから。乗ってたんすか。ちょっと高すぎる。ああ。レスターしようと思ったら手間かかるからね。いや、そうでしょうね。でもやろうと思えばできるというか、なんていうんですかね、できるよ。部品とか、部品なければ作るんだから。もうそうよ。そこがすげえよ。だからそうじゃなければ作るから、そうじゃなきゃできない。なければ作る。すげえ。そうだよ。関係ねえんだ。あろうがなかろうが。よくね、もう部品がないって言うじゃん。なきゃ作んだ。そう。作る、あと流用するとか。その発想やな。